から来ただけ。明日も雨だったらちょっときついよね。すごい霧雨みたいになったんだけど、ちょっとまだちょっと降ってるから、降ってるからもう先にランチをしましょう。車の中でちょっとご飯食べちゃう。あれより、うん、今くいいのね。オッケー。でかいの。もうちょっと右、もうちょっと右、右右右右右右。あ、ごめん左だ。オッケー。ごめん。ほら、さそう。邪魔でしてください。はい、でいいね。うちやんちゃん目やにもりもり、目やにもりもりして、うちに新しいクーラーボックスが来ました。ホームセンターから一歩出世したね。ホームセンターで買ったんですよ。え、そうだっけ。あ、違う、ごめん。違うでしょ。アマゾンだった。とりあえず、アマゾン、まあ、もうみんな知ってるよね。そうそう。でもこれ評判の良いやつをいいよね、こうね、うん、置けられるからね。置かないじゃん。あんちゃんも新しいキャンプギア、キャンプギアじゃないけど、もうおじいちゃんだからさ。そうね、あんたちょっと全然映らないよ、引っ張っちゃったらいけないからさ。そう、ここでね、童話、ね、買ってもらいました。あんちゃんよかったね、はい、やっぱりロジーが広くていいね、あんちゃん。ワンタッチテントが狭いもんね、あんちゃんね。
ちゃんを乗せながら全てをやらなければいけない。あんちゃん、邪魔だよ。あんちゃん、これやろうか。今からもう夜ご飯作るんだよ、あんちゃん。あんちゃんのご飯よ。ロコモコ。おお、いいね。でこれは湯煎で温めるタイプのデミグラスソースハンバーグ、だからこれでじゃあやればいいんだね。で、まあチーズかけて、乗せて、で、レタスもちょっと、ご飯の上に乗せて、その上にハンバーグ、で、あとは、これ卵入れて、目玉焼き、で、ちょっと薄いものだったんで、薄いもの、今、ご飯蒸らしてる。これ大丈夫なの？ああ、ごめん、ちょうどいいかな。朝どれ卵。おお。ご飯。レタス？スープタコライスと一緒にしてるかもしれない。ハンバーグがすごい豪華なので多分温まったと思うんだけど、おお、ちょっとだけ片方好き。あ、これは硬すぎちゃう。危ない危ない。おいしそう。大丈夫？これもうちょっとだけ焼く。ちょっと入れすぎた。おお、結構まん丸なハンバーグだね。おお。うわー、おいしそう。うわ、おいしそうじゃない。すごいね。熱い。気をつけて。どう？溶け始めてる。溶けるとは思うんだけど。いただきまーす。うわ、すごいね。どんぶりを忘れた。あ、虫が入ってる。泣いちゃうね。もういいよ。どれどれ。あ、このハンバーグ美味しいね。あ、これいいね。あんちゃんが。すごい美味しいじゃんこれ。これは皆さんにおすすめできる。本当におすすめっていうかさ、これは本当にやってると思うんだよね。いろんな種類あったよ。あ、そう。チーズインとか、あと大根おろしなんていうのかな、和風。とろーり目玉焼きにならなかった。やりすぎだ。やりすぎた。僕同士なんて僕同士の時にやったら1個前の時は雨降ってたからしなくて、今日はもう雨やんだからできた。よかったね、今日4時ぐらいにやんだからね。やっぱり夏でもしたいよね。やっぱこの焚き火台いいよ。焚き火台コスパ超いいよ。これだって4000円ぐらいじゃないの。4000円いくらだよ。すごいよね。これは当て正解、よかった。大きさもすごいちょうどいいしさ、火も大きいしさ、組み立ても楽だし。最高。
今何時？9時43分。うん。ここのキャンプ場は9時過ぎても人が入ってくるんだね。すごいね。これってどういうルールなんだろう。ちょうど5時回ったとこだけど、1個目の車が早速起きちゃって、ざわざわみんな。で、また別の家族も起きちゃったので、夜中まで騒ぐのも OK だし、朝から来る人も早いし、本当に自由のキャンプ場だから、多分睡眠時間が短い。ワンちゃん待って、食べる気満々じゃん。お湯でふやかしたものが待てないもんね。めちゃくちゃ珍しく、あんちゃんがずっとあんたの膝の上にいるのね、うん、なんでですか、教えて。どうしたの、あんちゃん。キャンプに来るとだってさ、降ろしてもさ、登りたがるもんね。どうした。キャンプの朝は2人でいつも朝活動し始めるから、なんか、えあんちゃん骨骨のお膝でいいんだ。骸骨の細細の足でもいいんだね。よかったねっつって。朝から、まあ、天気は超悪いけどね。朝からのんびりです。どうやろ、そんな感じ。どう、うん、普通に冷たくない。あれ、まあまあかな。いやでも全然でしょう。あー、まあ確かに。朝ごはんこれです。去年の夏ふもとっぱらでやって美味しかったので、またやります。昨日食べようとしたんですが使わなかったので朝食べます。メモリ線までって、メモリ線まであるんだ。10回トントンする。え、10回トントンするって書いてあるの。こんなもんじゃん。マジ。あ、そう、メモリってこんな書いてんじゃん。で、卵。え、そんだけでいいの、本当に。そうだよ、もちろん。あ、もうちょっとだな。え、いいよ、いいよ。だって、はい、はい、はい、もみもみします。はい、もみもみしてください。はい、90秒もみもみ。これ考えた人天才。天才だよね、うん、本当だよね、うん、やっぱ主婦かな。え、それに一気に、もう行っちゃいます。行ける。あれ、美味しいでしょ。うん、メープルシロップ。メープルシロップ、あの海外のやつさ、今こうやってやってさ、開けたらさ、あの中蓋ないからいいよね。へえ、日本のやつ絶対ここにピッてあるじゃん。あれめんどくさいね。でも早く出さないと。バターがなんか2回分。2回分かな。逆に悪いよ。します。あ、はい、まあ、大丈夫でした、うん、全然大丈夫、うん、うお、いっぱいかけちゃう。いっぱいかけちゃって、やばい。おこんなもんか。大きくなったからちょっとこっちのも食べてみようかな。
サイズが全然違う。うん、安定した味。え、うん、美味しいのが美味しくないの。美味しいよ、もちろん。お顔さ拭かないとね、目やにすごいからね。わかります？わかんない、でもみんな言ってるからね。ここで行けた。そうでもない。あんちゃん、いやだね。あんちゃん、近寄りたくもないね。はい。はい。あんちゃん、いやだね。